はい、山岡国家公安委員長。それは菅総理、失礼しました、前総理がですね、このどういう取り扱いをされたかということは、今、委員のお話のように、全国会で直接委員から菅前総理にいろいろとお尋ねになっているわけでですね、私は総司会からどう流れているかということを正確にキャッチしているわけではありません。しかしその市民の会とそういう具体的なことについても拉致担当大臣という立場でですね、直接コメントすることについては、個別のものについては差し控えさせていただきます。西田昌司君。いやいや、なんで差し控え、どういう理由で差し控えるんですか、ちょっと教えてください。はい、山岡拉致担当大臣。いやいや、はい。山岡担当大臣。今申し上げました通りですね、菅総理が政治資金団体に寄付したことについては、菅総理がこれまでお答えになって、いると、そういうことと象徴しています。ただ一般論として申し上げればと、こういうことになるわけですが、拉致被害者のご家族からすれば、拉致問題についての具体的な進展がない中でですね、このような話が出たことにより心を痛めているのではないかと、その点については拉致担当大臣としては大変残念に思っております。正直言う、まあ残念にも党は当然ですよ、当たり前ですよ、それぐらいの答弁なきゃ。それでね、山岡大臣、私は今日もう一つ聞きたいのは、このもともと原資となっているのはですね、民主党からの献金なんです。そこで山岡大臣はもともと民主党の財務委員長もされてましたね。民主党のお金の動きに一番詳しいんですよ。で、もともとね、民主党は、この組織対策費というのをですね、巨額なお金ね、小宮山大臣、船で取られるようにね、出てたんですね。これ、実際何に使われたんですか、具体的にどういうことだったのか教えてください。はい、山岡、国務大臣。確かに私は財務委員長をやっておりましたがですね、まあ一言で分かりやすく申し上げれば、金庫番とこういうことでございます。じゃあ具体的に金庫番というのはどういうのかと、こう言いますと、党の首脳のところでこういう出費をするという決めたことの通知に対して、その額を正確に出費をすると、そこまでが私の仕事であってですね、そこから先はその出された方が今度はこの法に従って適正に処理していくと、こういうことでございます。問題なかった、何も問題なかったんですか。いや、もう何それはもうちょっと改めて質問してください。西田君、中身について聞いてるんです。どういう中身だったんですか。手続きじゃなくて中身を聞いてるんですよ。はいはい、山岡国務大臣。中身についてはですね、この委員、自民党さんの中で、どういうお役割をやっているかは承知しておりませんけれども、これはですね、自民党の政策活動費というのと全く同じでございます。政党のやってることですからね。ただですね、ただ私の場合には先ほど申し上げたように、その中身については、それから先のことについてはですね、私はこの関与をしておりません。委員長。はい、西田君。はい、小宮山大臣も同じく財務委員長されまして、その時はですね、この問題ありと
いうことで、徹底的に調査して明らかにするとおっしゃったはずなんですが、どうだったんでしょう。小宮山国務大臣。いわゆる組織対策につきましては、私が財務委員長の時には支出をしておりません。でなお組織対策費というのは、これは政治資金規正法に基づく支出として認められているというふうに認識をしています。でそれぞれその党の役職者がその職務に照らしてしかるべき目的で支出をしたもの、その目的については、当時の執行部の判断ですので、私は知りうる立場にございません。で私が財務委員長になった時に過去の支出に対する調査をと申しましたのは、これは執行部が交代をする際に、財務状況ですとか党の会計に関する調査、その一環でして、その結果として党の会計については党の正規の手続きにのっとって支出されたという結果を得ました。はい、西田君。いや、ほんで問題があったのかなかったのか、どっちなんですか。小宮山国務大臣。それは政治資金規正法にのっとったもので、当時の執行部で判断され、党の正規の手続きにのっとったものである限り、それは正規の支出と言ってよろしいと思います。西田君。正規の支出と言いながら、小宮山大臣が委員長の時代にはなかったんですね。なぜなかったんですか。小宮山国務大臣。それは私が財務委員長の時には、その執行部としてはこういう組織対策費は支出をしないという、そういう方針でいたしました。西田君。だからその理由がなぜかということを聞いてるんですよ。合法だったらできるじゃないか。小宮山国務大臣。その当時の幹事長がそういう判断をされました。西田君。その時の幹事長は誰ですか。はい、どうぞ。それは枝野幸男さんです。西田君。枝野大臣、なぜ執行出さなかったんですか。はい、枝野国務大臣。いわゆる組織対策費等については、各党においても行われ、政治資金規正法等の法令には問題はないというふうに考えておりましたが、より政党の財務状況についての透明性を高めるという見地から支出をしない方が望ましいというふうに判断したものであります。はい、西田君。要するに不透明なお金だからやめようと、こういうことですね。はい、枝野国務大臣。各党においても自民党においても同様の趣旨の支出があるということを承知をしておりまして、問題のあるものだとは考えておりませんが、問題がなければいいということではなくて、より高い透明性を求めることが政党には求められると思っておりまして、私はそういう判断で、私が幹事長としては組織対策は支出しないという決定をしたものでございます。はい、西田君。よくわかりませんな。それで山岡大臣、もう一度この時聞くのは、山岡大臣が財務委員長の時代に菅直人上代行ですか、その時に寄付金が1億2000万ほど出てますね。これはどういう形で出たんですか。どういう理由で出たんですか。はい、山岡国務大臣。そのことは私は承知しておりませんが、寄付金と言われました。誰が誰に対する寄付なんでしょうか。はい、西田昌司君。ここにもありますように、民主党から総司会に対して寄付をしているんです。それが1億2000万あるんです。はい、山岡国務大臣。私は承知しておりませんし、タッチしておりません。はい、西田君。これね、そうなのかどうか分かりません。菅総理に聞いても全くその内容ですね、答弁しなかったんですね。かなりおかしいおかげなんです。でなぜね、私がこのことを言うかというとね、要するにこの話ありますな、赤字になってるという話ね。これなぜ安住大臣、私が赤字になってると気がついたか分かりますか。分からないでしょうね。これ内部の人間が分からないんですよ。
内部の人間から私に通報があったからですよ。民主党内部の人間が要するに菅直人さんに対して、ね、組織対策費を出したと出したんだが、こういう問題が出てきてですよ、 不透明なお金をなくすと、自分がもらってるのやばいから寄付金に変えてくれと、変えた段階で領収書とかのすり合わせやっていってやったから日付が合わなくなって赤字になってるよと、私にそういうことを通報する人がいたんです。で、私はですね、永田偽メール事件になったら困りますから、自分でもう一度調べたんですよ。やったら本当に赤字出たんですよ、ね、ということはまさにその情報が正しいということなんですよ。民主党の中でそういうことがあったんじゃないですか、山岡大臣。山岡国務大臣。私は出入りの責任者でですね、その先のことは承知しておりません。はい、西田君。いやー、あのね、これは本当にね、その知ってるのは山岡大臣が知ってるんじゃないかと言われてるんですよ。もう一度お聞きしますよ。あなたは本当のこと知ってるんじゃないですか。山岡大臣。承知しておりません。はい、西田昌司君。まあ、知ってる知らないはね、これは水かけ論になりますからやめておきますが、国民の皆さん方に知っていただきたいのは、そういう経緯、その経緯によって私がこの不正を暴い発見したということだけは事実ですから申し上げておきます。それで、その他にもずっとね、民主党の帳簿を見ていきましてね、びっくりしたのは、このナンバー2のですね、資料を見てください。民主党という宛名でですね、調査委託費ですか、まあ、調査費というのがたくさん出てるんですね、民主党。で、その中でこの領収書を見るとですね、まあ要するに既存の領収書に反抗してですね、4300万円、大きな金ですよ。で、こういう普通領収書でですね、領収書って切らないんですね。普通これだけの取引になるとチェックライターで切りますよ。そして印刷した紙でね、専用の領収書を渡しますよ。なんでこういう領収書なんですか、山岡委員長。はい、山岡国務大臣。わかりません。西田君。小宮山大臣、教えてください。小宮山国務大臣。平成19年は私が担当しておりませんので分かりません。西田君。これはずっと出てるんです。小宮山大臣が財務委員長の時も出てるんです。もう一度お答えください。はい、国務大臣。今私が担当していたの2ヶ月3ヶ月ほどでしたけれども、私が今記憶には残っておりません。西田昌司君。それじゃあね、もう一つ聞きましょう。これ普通はですね、こんだけ4000万で多い年ですとね、8000万円ほどボンと領収書がありますよ。それもこんな領収書です。で、普通はこういう取引でどういう形でするんですか、財務委員長であった山岡先生。これは現金で払うんですか、振り込みであるんですか、どっちですか。はい、山岡国務大臣。私は財務委員長ですがですね、国会議員という立場で、ございますので、経理には経理担当の専門部長がいてですね、それらが実務処理をしているわけでございますけれども、その一枚一枚を私が見てこうチェックしているわけではありませんのでですね、合計表等々をチェックしたり、あるいは監査をちゃんとしているかとか、常任幹事会で測るとか、それが私の政治家としての財務委員長の立場でございますので、一つ一つのことについては承知をしておりません。はい、西田君。じゃあこのプライムラインという会社自体はご存知ですか。はい、山岡国務大臣。まあ率直に言って知りませんでしたけど、先生からこの資料をいただいたもんですから、午前中にこの問い合わせて、まあこれはどういう会社だとは聞きませんでしたけど、何に使った金だと
いうふうには聞きました。もう多分これは多分公表されているもんだと思いますからですね、これは党の選対がですね、世論調査とか情勢、あるいはまあこの強さなんかも含めたこういう調査をやったお金であるという回答を得ております。